カリスティコのリングネームで知られるイグナシオ・アルビルでは、メキシコの覆面レスラー。メキシコシティ出身。メキシコのメジャー団体である CMLL 時代は、ミスティコ。アメリカのメジャー団体である WWE では、シンからメキシコのメジャー団体であるトリプル a 時代は、ミステシスのリングネームで活動。ドクトル・カロンテの息子で、 家族の多くがレスラーであり、兄弟にアストロボーイ、アルゴス、アルヘニス、ドクトル・カロンテ・ジュニア2号、ミニマーダークラウン、オジニ、トニー・サラサール、イトコニ、カメラマンのアレクシス・サラサール、マグヌス、ウリセス・ジュニアがいる。マットと銀幕の両方で活躍した、大悪役,役ドクトル・カロンテの次男として生まれ、レスリングの基礎を教わる。1998年。 ルッチャドールとしてのデビュー当初は、ジップのリングネームを継いで、ドクトル・カロンテ・ジュニアを名乗っていたが、2000年に、冒険のリングネーム、アストロ・ボーイを襲名。実定のアストロ・ボーイにとタッグを組んで活躍した。2003年からは日本にも招聘され、道の区プロレスに参戦した際には、秋田新幹線で運行されている、特急列車である小町をモチーフとしたギミックである小町として、 ハヤテとタッグを組んで活動した。2004年にミスティコとして CMLL に復帰し、6年間活躍した。2005年1月1日、アベルノと対戦して勝利し、NWA 世界ミドル級王座を獲得。2006年4月12日、ネグロカサスとタッグを組んで、アベルノメフィストを破り、CMLL 世界タッグチーム王座を獲得。以降、 アベルノメフィストとの間で、幾度かベルトが行き来しており、宿命のライバルとなる。2007年4月10日、メフィストから CMLL 世界ウェルター級王座を奪取シ,シングル、タッグともに、メキシコにおけるトップレスラーとなる。2009年8月15日、新日本プロレスに参戦。IWGP ジュニアヘビー級王座を保持する。 タイガーマスクに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。軽快な空中殺法で監修を魅了し、メキシコのルチャブーム再燃に一役買う。CMLL のみならず様々な団体の王座を獲得してからは、国民的英雄となっており、各系列の会社広告に起用されるほか、北京オリンピックの現地レポーターを務めるなど、活躍の場を多方面に広げていた。 2011年2月、WWE との契約を地元プロレス史などが報じる。CMLL 側は否定していたが、2月23日に本人と WWE 副社長が記者発表を行い、新たなリングネームであるシンカラとして契約を交わして入団することが決定した。シンカラとは顔なしであることを意味し、彼の試合では、 特別に照明ライトが濃い黄色になり、客席を照らす照明が消える。2011年4月4日、レッスルマニア27翌日の RAW に出現。シェーマスに追い打ちを受けるダニエル・ブライアンを助けるような形で登場し、トップロープから場外への華麗なダイブを決め、颯爽と去っていった。4月8日、スマックダウンに登場。 ジャック・スワガーをリング外に落とし、コークスクリューダイブを決めた。4月11日の RAW では、WWE デビュー戦となるプリモと対戦し、コーナートップから C4 を決めて、勝利で飾った。4月25日のドラフトにて、スマックダウンに移籍。同月29日のスマックダウンでは、ジャック・スワガーを相手にスマックダウンデビュー。 マイケル・コールがスワガーに狂気を渡している隙をついて、ビクトリーロールを決めて勝利した。しかし、7月に禁止薬物を摂取していたことが明らかになり、ウェルネスポリシーに違反したとして30日の禁止処分となった。8月より、シンカラはスマックダウンにて復帰。ダニエル・ブライアンに勝利した後突如、ヒールターンしたかのように見えたが、 これは別人であり、後に色違いのコスチュームを着たシンカラ・ネグロと名付けられる。それに対して自身はシンカラ・アズールと呼ばれ、二人のシンカラは構想を繰り広げメキシコでマスカラコントラ・マスカラ戦を行って勝利。シンカラ・アズールはマスクを守り、同時にマスクを剥がれたシンカラ・ネグロの正体がフニコであることが明らかとなった。11月20日 PPV であるサバイバーシリーズ2011のサバイバーシリーズエリミネーションマッチに出場するも場外へのトペを行う際に室外圏を断裂し半年以上の長期欠場となった2012年5月に復帰した際には赤と白を基調としたコスチュームを使用レスリングスタイルとパフォーマンスを変更し例ミステリオとタッグチームを結成してタッグ戦線に乗り込むも WWE タッグ王座に手が届かない状態が続いた。12月16日、PPV である TLC2012 にて、ミステリオとのタッグで、チームローデススカラーズと、WWE タッグ王座第一挑戦者、決定戦を行うも敗戦した。同月18日、スマックダウンにて膝を負傷していたこともあり、試合前にザ・シールドに襲撃されたことにより欠場。 不傷での長期欠場というスキットが組まれた。2013年1月27日、ロイヤルランブル2013にて復帰。ロイヤルランブルマッチにて29番目に登場する、もらいバックから投げ落とされた。ロイヤルランブル後、しばらく、ハウスショー及び、前座番組であるスーパースターズやメインイベントでの出場が中心となり、RAW やスマックダウンに出場機会があっても、 ジョバーとしての役割が多くなる。10月より出場機会を失い、2014年1月に WWE との契約が満了したことにより、退団した。なお、通例退団発表時は、リングネーム、内視本名を併記する WWE であるが、本名のみでの発表となっている。退団後も、新からのキャラクターを別人が継続するためと見られる。 WWE 対談後、自身で設立した、シンからジムにて2014年2月1日、ルッチャドールの勇士たちを集めて、アニバルサリオデルシン、カーラジムなるイベントを開催。メインイベントにて、弟のアルヘニス、ラ・ソンブラと組弟のアルゴス&、ブラック・ウォリアー&、ーエル・オリエンタルと対戦。ブラック・ウォリアーに、ラ・ミスティカでフィニッシュを決め勝利した。 3月1日、BSW にて、BSW インターナショナルミドル級王座を保持する、ブラックウォリアーに3本勝負にて挑戦。日本フォールを奪い、ベルトをダッシュした。4月27日、レスリングインテクス・ラグティエレスにて、LL エエヒードとタッグを組んで、チェスマンエルテハのジュニアとタッグマッチを行い勝利した。5月4日、 アンル、ゲラでグロジア・ドーゼにて、アルヘニスアルゴス、そしてトリプル a のトップレスラーであるシベルネティコと組んで、CMLL 時代のライバルであったアベルノサイコサーカスと c m l l トリプル a のドリームマッチを行い勝利した。2014年5月17日、トリプル a に登場。正体不明の人物として紹介された。そして6月5日、正式に、 トリプル A と契約を交わして入団したことが発表され、ミステシスのリングネームで所属することになった。同月7日、ベラーノでエスカンダロにて、シベルネティコ、ラパルカと組んで、ラヌエバ・ソシエダードと対戦。チェスマンに、ラミスティカを決めて、デビュー戦を勝利で飾った。トリプル A デビュー後、ラヌエバ・ソシエダードとは、トリプル A だけにとどまらずアイグ。 ウバなどのインディー団体でも構想を展開。9月28日には、ライクにてライバルであるアベルノとドリームタッグを結成して、シベルネティコドクトルワグナージュニアと対戦するが、アベルノの裏切りで、ノーコンテストの最低に終わり、直後に延長戦として、シベルネティコと組んで、アベルノドクトルワグナージュニアと対戦して勝利した。10月12日、 ヒーローズ・イモルターレス・8ートにて行われたトリプルウェイを創設したアントニオ・ペーニャを3位タイトルであるコパ・アントニオ・ペーニャをかけた8人制ロイヤル・ランブル・ランバージャックマッチに出場最後にペンタゴン・ジュニアにラ・ミスティカを決めて勝利しトリプルウイ遺跡5発のタイトルを獲得した11月28日 フェニックスとロスレースデルアイレナル、タッグチームを結成して、タッグ戦線に進出。12月7日、ゲラデ・ティータネス2014にてトリプル A、世界タッグ王座をかけたスリーウェイマッチに、ロスペロスデルマール、王者チームのアンジェリコジャック・エヴァンスと対戦するがベルトをダッシュするに、至らなかった。2015年5月24日、ルチャドールによる、 ワールドカップといえるトリオトーナメント、ビクトリアルチャリブレワールドカップにレイミステリオジュニア、エルパトロンアルベルトと、メキシコドリームチームを結成。決勝まで勝ち進み、ティエネルチャアンダーグラウンド連合チームと対戦して勝利し、優勝を飾った。8月10日、トリプル A 年間最大のイベントであるトリプロマニア、エキサイにてレイミステリオジュニアとドリームマッチを行う。 試合は、ミステリオから、自身がフィニッシャーとしているラミスティカを決められてしまい、敗戦。試合後に憤慨して、ミステリオを襲撃し、ルードユニットであるペロス・デルマールへ加入することを、宣言。異例のヒールターンを行った。ルード転校後、ミステリオと構想を展開していたが10月9日、CMLL に、突然の登場をすると、 バックステージでのインタビューにて AAA との契約期間の終了は間近であり、CMLL に復帰する意向であることをコメントした。同月12日、AA より正式に契約終了に伴い、対談することが発表された。2015年10月16日、CMLL にて記者会見を開いて、リングネームを新たに、 ミスティク2.0へと変更することを発表した。同月25日、ルニテカリスティコのリングネームで登場し、ボラドールジュニアと組んでロス、インゴベルナブレスと対戦。3本目にルールを無視した襲撃を受けて、反則での勝利となった。インタビューの際にリングネームに関して、現在のミスティコを尊重して解明する方針であったと答えた。11月7日、 ネサワルコヨトルを拠点にする、カーラルチャにて、アンヘルデオロ、バルバロカベルナーリオ、フラミータと4ウェイマッチを行い、最後にアンヘルデオロに、ラミスティカを決めて勝利した。同月22日、CMLL エリートにて、アトランティスネグロカサスと組んで、シュベルネティコ&、ブラックウォリアーメフィストと対戦。3本勝負での最後に、シュベルネティコから、 近敵攻撃を受けて、反則勝利となった。同月29日、CMLL エリートにてアトランティスと組んで、ブラックウォリアーシベルネティコと対戦。ルールを一切無視して、両者とも攻められてしまい反則勝利となるが試合が終了しても、なお、攻撃を受け続けリング外へと追い出される屈辱を受けた。12月7日、CMLL エリートにて、 エルスカイチーム VS ロスヘルブラザーズとの試合において、終盤に、孤立の状態で窮地に立たされた、ミスティコを救いに介入。二人で撃退して、共演を果たした。2016年5月21日、ルノーチェでカンペオネスにて新設された、エリートミドル級王座をかけたトレネオシベルネティコマッチに、出場。最後まで、残りライバルであるメフィストと激突。 ラミスティカを決めて勝利。初代王者となった。8月21日、5年ぶりに来日を果たし、新日本プロレス主催のスーパー J カップ2016に参戦。ティタンボラドールジュニアと組んで、グランゲレーロエウフォリアウルティモゲレーロを相手に、スペシャル6人タッグマッチを行い、最後にボラドールジュニアが、グランゲレーロにスパニッシュフライを決めて勝利した。 同日、13年ぶりに道の区プロレスへ外戦することが決定。9月に行われる、覆面ワールドリーグ戦に出場することが発表された。9月16日より開始された、覆面ワールドリーグ戦で1回戦のサンバリオデジャネーロ、2回戦のジャッキーリンと勝ち進み、同月19日、準決勝にて杉と対戦して最後にスパニッシュフライを決めて勝利。 同日に行われた決勝では、レボルシオンと対戦。最後にスパニッシュフライから、ラミスティカへとつなげて勝利。優勝を飾った。2017年8月19日に全日本プロレスが、主催した、ウルティモドラゴンデビュー30周年記念大会参戦し、ウルティモドラゴン、秋山ひとしとトリオを結成し勝利。翌日の全日本プロレス、岡崎史竜。 三岡加会館大会にも参戦し、8月27日に、全日本プロレス両国国技館大会において、エルディアマンテと30分1本勝負を行った。大空中戦の末に8分19秒に、ラミスティカで勝利。2019年1月21日の、甲楽園ホールにて、ボラドールジュニアといった60分1本勝負の、スペシャルマッチでは、一撃必殺のミスティカを、 ボラドールにこらえられて腕を取れないという事態になりそこから劣勢になって最後はスパニッシュフライで3カウントを取られた2021年8月ミスティコを名乗っていたルーシュ3兄弟の次男カルロス・ムニョス・ゴンザレスが CMLL を退団しドラリスティコにリングネームを変更カリスティコから再びミスティコを名乗る2006年ありがとうございます